か歴史の証人になるべく3万6000人超満員の神宮球場、早稲田斉藤佑樹、勝てば優勝、そして負ければ早稲田での野球が終わります。2010年秋のリーグ覇者を決めるべく早稲田対慶応優勝決定戦が始まります。早稲田100代目のキャプテン斉藤佑樹が円陣の中心に選手たちに声をかけます。春秋連覇へ、慶応義塾大学奇跡を起こしました。負けられない状況から明治2回戦から早慶戦含め4連勝でこの舞台をつかみ取りました。早慶戦のマウンド上がるのは竹内大輔、受けるキャッチャー4年生長崎正弘、ファースト4年生慶応高校ではキャプテンでした高尾康弘4年生、今日が誕生日です。慶応義塾大学のキャプテン湯本達志、早慶戦2回戦では対戦金のスリーランホームラン、今日3番起用山崎蓮、副キャプテンこの人の先頭打者ホームランから始まったこの早慶戦です。渕上仁志4年生、慶応高校出身、今日スタメン4年生竹内和馬、センター4年生青山博士、慶応の4番3年生伊藤隼太、そして33度目の栄冠へ、大逆転優勝はなるんでしょうか。慶応義塾大学今年から指揮を執る江藤翔造監督です。江藤監督は選手たちにこんな楽しいことはない、また優勝をかけて戦えるんだと喜びを選手たちに伝えているということです。慶応義塾大学のこの1年、思えばこの人のノーヒットノーランから始まりました。史上21人目となる東京大学戦でのノーヒットノーラン達成、そして春優勝、秋優勝をかけた大一番、2年生の竹内大輔が慶応義塾大学のマウンドに上がりました。50年ぶりとなる早慶両校による優勝決定戦、今始まりました。変化球で幕を開けました。ストライクです。早稲田のトップバッター羽生翔平、うまくすくった、センターの前に落ちました。センター前ヒット、一塁側早稲田のスタンドからは大歓声。羽生のセンター前ヒットで幕を開けました。ノーアウトランナー1塁です。バッターは2番市丸大輔、秋のリーグ首位打者の羽生翔平がまずセンター前ヒットで出塁しました。大竹監督が今日1番に起用した羽生です。ここはまず大事に送っていくという状況でしょうか。まあ、そうでしょうね。やっぱ選手ってどうしても欲しいですから、はい、2番に起用されている一丸、この秋のリーグ戦正捕手の座をつかみ取りました。この1球のストライクの歓声に今度は三塁側の慶応義塾大学のスタンドを沸き上がります。バントシフトを詰めてきます。詰まったあたり1、2塁間抜けていく、1塁ランナー羽生3塁へ行った。今日1、2番の羽生10のコンビが1回いきなりチャンスを作りました。見事なバスター、ノーアウトランナー3塁1塁というチャンスで3番に起用されている副キャプテン宇高、早慶戦2試合でこの秋のリーグ戦1点しか取れていない早稲田です。先制のチャンス打ち上げました。さあ外野フライ、タッチアップ、三塁ランナー俊足、羽生ホームへ帰ってきました。先制は早稲田、なかなか遠かったホームベース、2試合で1点しか奪えなかった早稲田が優勝決定戦大一番、副キャプテンのバットで1点をもぎ取りました。ただこの大一番、この早慶戦では今シーズンは初めて早稲田が先制しました。斉藤佑樹にまず1回援護点を奪った早稲田です。4番は4年生の山田俊樹、
です。一塁ランナーが走った、一塁二塁間破っていった、またしても動いた早稲田、エンドラン成功。一塁ランナー一丸三塁へ、ワンアウトランナー三塁一塁、またチャンスを広げました。4年生4番のバットがチャンスを広げました。3戦目にして初めて早稲田が先制する形になりました。ここもジミ君が、ね、スタメン起用ということでポイントになってますよね、はい、大竹監督は今日リーグ戦一度もスタメン出場がなかったジビキを5番起用、早慶戦1回戦と2回戦ともに代打で起用されてヒットを放っています。そこで一気に掴み取ったという形ですね。まあ、そうですね、ここも本当にセンター中心右方向という意識で、はい、打席に臨んでほしいなと思いますね。ワンアウトランナー3塁1塁です。セカンドゴロ、高いバウンドになった、ホームへは投げられません。2点目が入った早稲田、市丸がガッツポーズでホームイン。この2試合で1点しか取れなかった早稲田が1回2得点、大竹監督の起用が見事的中しています。勝ったかなと思いますね、スコアリングポジションに走者を置くということがどれだけ重たいものかということを考えるとフォースアウト取れたんじゃないかなという気がしますね。さらに1本出れば追加点ということですね。ここでもう1点取られるようなことがあると要もすれば致命的な1点ということになりかねないので、一つのプレーが多く左右する、また優勝決定戦とならではの、そうですね、本当に負けられない試合なわけですから、はい、ここ杉山に1本出ればまた早稲田はぐっと大きな1点になりますね。セカンドでアウト取られてたらスコアリングポジションじゃないわけですから、早稲田としたらどうしてももう1点欲しいですよね。セカンドにランナーいますので、はい、打ち返した、ショート淵上が掴む、一塁は投げられません、二塁ランナーが三塁回っている、ヘッドスライディング、1点追加、好走塁、4年生の山田が1点への執念、内野安打の間に二塁から一気に三塁を回ってヘッドスライディングホームイン。バッターは7番松永です。三遊間のしぶとい当たり、淵上追いついてセカンドへジャンピングスロー、セカンドセーフ、足が離れている。2試合で1点しか取れなかった早稲田が早くも3点、なおもチャンスが続いています。伝説となっている早慶6連戦、早慶両校による優勝決定戦が行われました。あれから50年という節目の年、早稲田100代目のキャプテンが50年ぶりの早慶優勝決定戦のマウンドに上がりました。優秀の美を、早稲田での集大成を、斎藤佑樹が優勝決定戦のマウンドに上がりました。六大学野球の最後のマウンドになります。斎藤佑樹をリードするのは佐賀北高校出身、甲子園優勝キャッチャー市丸大輔3年生、ファーストこの枠からバッティングを生かすためにファーストにコンバートしました杉山翔太、セカンド副キャプテン宇高浩二、先制の犠牲フライを放ちました。追加点はなりませんでしたがライト前ヒット、松本裕樹3年生です。4年生松永弘樹攻守の要です。4番山田俊樹5年生、秋のリーグ戦首位打者羽生翔平、今日はセンターに入っています。そして今日大竹監督が5番スタメン起用、ライト地引き勇気です。
生5度の優勝経験があります。さあ小宮山さん、斉藤佑樹がこの大一番のマウンドに上がりました。1回戦の時もそうだったんですが、調子自体は上がってきていると思うので。